はい、おはようございます。釣り子 TV です。暖かい三島港、半日打って反応出せず、そろそろ魚群探知機のお世話になると思います。いやー、なんか暖かいし、もう適当に打っとけば形になんだろうと思ったら形になんないんで、リーパー一応ね、あの魚群探知機ね、2月なのに全くなしってのはあれなんで、一応持ってきてました。おいで、今もうちょうどお昼ぐらいなんですけど、このタイミングから投入してみたいと思います。リーパー、じゃあね、午後の分はちょっと魚探も見ながら、なんかね、探っていきたいと思います。ラスト1頭だと思ったら釣れた。よいしょ、よいしょ。よっしゃ、おっしゃ、最後ラスト1頭だと思ったら釣れた。いや、あれ、よいしょ。はい、イエーイ、2月釣れました。ビローラ脳進化。いやー、ふわ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 泳がしてたらね、いい感じで食ってくれました。よっしゃー、ビローラね、アイジ引き、松本さんがね、これいいんじゃないのって言ってたね、釣り方。で、釣れました。サイズはね、小ぶりだけど、2月にトップレンジでね、パコって食ってくれたらもう最高でしょう。じゃあ逃がします。
タックルはねこんな感じでステディオスの 60ULS に、ルビアスの組み合わせ、イエーイ最後の最後ラスト1投で釣れた。じゃあ急いで、帰ります。坊主回避だぜ、イエーイ。でディーパーでね、どんな感じか見ていって釣ってるんですけども、水深はね2メーターぐらいで2月としては浅い水深なんですけども、水温がねこれ表面が 11.2 度ね、2月なんだけど 11.2 度あるから、まあ上流もいけんじゃないかなって感じでやってみたところ、なんとかね1匹釣れました。こんな感じでね、まあ、船がいるところはまあ2メーターぐらいで、まあ、岸際はねもうほんと浅い歩けるぐらいの水深、そんなところ水温見ながら、釣り上がってきてみました。はい。